セント・ジョンズ・カレッジはメリーランド州アナポリスに本部を置くアメリカ合衆国のリベラルアーツ・カレッジ大学である1696年に設置されたアメリカで最も伝統的なリベラルアーツ・カレッジ西洋文明におけるグレート・ブックスを中心とし科学、哲学、数学、進学及び文学にわたる作品をもとにする教育が特徴 教室内では一切講演が行われない決まりから学生同士のディスカッシングを通して分析的な能力を養成させることを目標としている。2005年アメリカ大学ランキングで討議を中心とする大学の中から1位となった。1696年キング・ウィリアム・ S ・スクールとしてメリーランド州アナポリスに設立され、1784年現在の公明になった。 ハーバード大学、ウィリアム・アンド・メアリー大学に次いでアメリカ合衆国で3番目に古い大学である。1964年、サンタフェ・キャンパスを開校した。科学、哲学、数学、進学及び文学にわたるグレート・ブックスを元にする。4年間の教育は正式に表すと以下の分野となる。少数鋭のゼミ形式の授業はアメリカで有数の難解者で、 卒業生は、著名大学院に進学することが多い。2011年度、ニュースウィーク社の、モーストリガースカレッジランキングで1位評価を受ける。神奈川国際交流財団レポート、グレートブックスとの対話ハットプリンストンデビュー S357、ベストコリッジス、2005、ベストクラスルームディスクションス、ニュースウィーク、ザゲーリービースト2011カレッジランキングス。 ありがとうございます。